はい、ポケモンプラチナ続きからやっていきたいと思います。本日はですね、こちらをですね、この207番道路のトレーナーをボコボコにしていくぞという回です。はい、安則、普通の名前だ。オブイゼル、いいね、倒しやすいねまあひたすらね、ぶん殴っていくだけなので、まあ本当はカットでもいいんですけど、まあ、あえてちょっとお送りしていこうかなと。うわ、惜しい。まず卵がね、1個あるんでね、あの卵を早く孵化してほしいですね。え、ルクシオ、ルクシオルクシオが出てこないんだよな、たまに。ルクシオ、あの電気タイプだったかな、違うかな、全然違ったらごめんなさい。合ってた合ってまして、よかった。あ、ルクシオこう見ると可愛いな。うわ、麻痺だけはやめてね、麻痺だけは。よし、踏んづけてやる。よし、鉄拳って美味しいね。グライガーってさ、悪タイプでしょ。え、悪だけだよね、飛行とか入ってないもんね、別にね。あんまグライガーについて苦しくじゃないわ、詳しくないんだよな私。あー、硬いね。でもそっか、このただのトレーナーすらレベル21を使ってくる時代になってしまったのか、辛いですね。よし、元気なだけじゃ勝てないのかいやでも元気で大事よ。うん、暗いよりいいと思うよ。で、どう考えても山男だから、山男、すぼみ頑張ろう。ちょっとだけ頑張ろう。笑うかとに服着たる。私の愛想笑いにも服くる？うわ、4体を持ってるよ。これは大変な予感。ターン。まあ石つぶてはね、余裕ですよ。おめでとう。あの石つぶて4体だったらさすがに怒ろ。なんやねんってあんたなんやねんってね。でも可能性あるな、結構なんか同じポケモン何体持ってるトレーナーいっぱいいた気がするんだよね。そのまさかかもしれない。なんか土佐金土とか欲しいな。エイツリザオってどこにあるんだろうね。土佐金土さんと、でもそれぐらいかな、水タイプはとりあえず。あとラッキーを捕まえたいなっていう。あ、イワーク持ってた。なんかそこはだったらもうさ、統一してほしかったよね。イワークちょっと邪魔だわ。瞬殺。よし。
めでとう。すごい、もうレベル21だよ。よし、ありがたい、元気のかけらマジで欲しかった、嬉しい。え、何この人、バトルガール、サリナ。はい、悪いけどワンリキには負けぬよ、うん、あ、全然減らない、ちょっと待って、今一つの火力じゃない、まあ、急所ってほんとよくないね、はい、まあ、毒入ってるからね、こういう無駄行動をしててほしいですね、もっとね、いいぞ、これ毒で終わるな、よし、お疲れ、朝なまま行ってみる、朝なレベル21とかいうパワーワードね、あ、無駄ですよ、見切り、プッ、よし、もう一回見切りしてくるんじゃないかなって私はちょっと踏んでる。え、メザパ何？え？あ、よかったよかった。今回今一つのでよかったよ。よし、これで一気に終わらせる。はい。いいね、一発いいね、よし、つぼみ大活躍、さてさて、まだいるんだよな、はい、沿岸山抜けてきたがまだまだ元気いっぱいだぞ、私ちょっと元気ないかな。ケイジ君、はい。やばいな、メガドレインの PP がやばい。あれですね、ここの店員全員倒したら、とりあえずポケ戦行って回復して、それから進みましょう。しんどいしんどい、ノズパス、あの岩みたいな子、いやー、まあ岩だね、ちょっと思ってたのとは違ったけど岩でしたね、うわー硬いね、何やねんそれ、もう逃げられない、逃げませんのでってね、いや、ここで変にね、嫌切りとかにしない方がきっといいんだよね、はい、22ですよ。
進化まだなの全然進化しないのこの子ね。よいしょ。2対2でしょ。どうしよう。誰出す ?2 対2か。とりあえず、一旦これでいってみよう。うん。この2人育てたいんで。はい。頑張るよ、僕のポケモン。僕も頑張るっすからさ。何を頑張るの？ケチョンケチョンにしてくれるわこの2人。ミサキ、うん、バチリスかぶったし、なんならレベル向こうのが高いし、最悪の状況です、うん、はい、もう全てをヒコザルに集中攻撃。あ、少ない。うちと同じことしとるやん、甘えるってね。まあでもいけそういけそう、うん、はい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 。でしょ。うん、結構効いた。はい。ええー、って。ヒコザルってあの鳴き声だったっけ？一瞬だったもんな、私乗って持ちにヒコザルがいたのはな。スパーク効かないからな。ポニータゴーで巻きつく。継続ダメージをやっぱ信じてるな私、うん、どっちに。ああいいですよ、甘えてくださいどんどん甘えてください、はい、火の粉、念力と。うわ、やばいかも。あ、やばくないかも、うん、うわ、やばいかもどれやねんっていうね。やばいのかやばくないのか。いや、いけるいける、うん、頑張って。動けないポニータが死ぬ可能性に100円かけたいと思います、うん、ですよねですよね。いけ、終われ、リーシャンに経験値を。生きてるいや、方法出すのはバカだと思うけど、レベルを上げたい、うん、あ、向こうのが早かった。そりゃそうだよね。耐える、耐えるよ、耐えるよ。よし、ほら、そんな二人はほっといて、回復いきます。次に行くべき町の名前が全然思い出せないんだけど、どこだったっけね。ダン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 、あとあれですよね、ちょっと卵の状態も確認しとこうか。まだまだだと思うけど、バレるのは。
え、卵の中から音が聞こえる。もうすぐ生まれそう。早くない？もう生まれるの？なんか完全に体感よ。なんか昔の時ってさ、もっと生まれるのに時間かかってたイメージがある。こんな早く生まれるんだ。これ何？え？おい、ゆうた、ポケモン図鑑の調子はどう？僕はいつだってバッチリだといいな。それはいいんだよ。今はいいものを使っていろんなやってるところなんだ。ゆうたに負けてあげるから好きな方選んでよ。ねえ、ひらり。バトルサーチャーいただきましたよ。どっちもくれるのマジ優しくない？ダウジングにしようかな。これですか？あ、そういえばなんかあった気がするわ。君は世界の始まりを知っているか？この天眼山は神王地方始まりの場所、そういう説もあるそうだ。できたばかりの世界では争い事などなかったはず。だがどうだ、人々の心というものは不完全であるため、皆争い世界はダメになっている。ダメかどうかちょっとあれだけど、ねえ、愚かな話だ。意味深すぎるでしょ、子供にそれだけ言って伝えるの。あ、出たノズパス。ごめんね、うちではノズパス買えないの。ノズパス買えないのよって。え、チャリ降りたかっただけなのに。チャリ降りて徒歩で行こう。はい、あの秒だね、秒で着くね。つぶてさんってやっぱ暇なのかな。どこにでもいるイメージなんだけど、行くとこ行くとこいるよね。よし、はい、山男率高くないですか？私が山男に好かれてる？その可能性はあるよね。勝ったら君の弁当分けてくれ。怖っ。なんで？あつお腹減ってんの？帰りないよ、もう。やめてください、砂嵐とか。さすがにレベル20の一撃ではいかないか。でも今のダメージは回復する。岩石封じ。スボミは個人的に24ぐらいで進化するんじゃないかなって今思ってるんだけど、そうでもなさそう。やべえ人いた。この空手マンがコテンパンにしてやる。なんだよ空手マンってね。で、突っ込んじゃダメなんだよね、きっとね。
いよいよいよ、そういうことしてる間に成長するっていうのは大事ですよね。うん、もう一回成長。HP するぞ。はい、待って、成長2回してそれなの結構絶望なんだけど。毒入れ毒。あー痛い、痛いよ。よし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 。え、これすごい激しい戦いじゃないねえ、おめでとう。てててて。やっぱ草ポケモンで重宝しますね。うん、さてさて、ここにアイテムがね。はい。スーパーボール。これ上がれるようになるんだろうね、そのうちね。今は上がれないので。またあなたののね。うん。子供の君が大人のわしにかなうか。あ、もうそういうね、大人とか子供とか関係ないからって。ね、いつくに、いつくに、あ、いい国作ろうってこと関係ない。硬いですね。うん、まあ、気にせず吸いまくりましょう、うん、なんかなんだろうな、今動画撮ってるのが朝なんだけど、なんか眠いのかすごいふわふわしてる発言が多分だいぶふわふわしてると思う、ごめんなさい本当に。ノズパスも無事倒せましたね。スボミも頑張りますね、やっぱ23まで上がるとね。うん、で、あー、コダック置いてきちゃったから、ちょっと待って、なんかいるよ。ちょっと方々にも経験値を誰かあげてください、すいません、あまりにも少ないと思う経験値。あ、待って、あの画家の人みたいなやつ確かドーブル持ってなかった、なんかそんな気がする。え、アロマなお姉さん、テイコ、テイコ、うわ、あなたロゼリア持ってんのうちの子進化してないんですけどって。最低ほんと最低。うわ最低嫌な戦い方だよもう本当に。ほほ頑張っていけるよ。つっついてる方が強いんだからって。うん。変えようかな。諦めた。変えようかな。いや、意外と。いや、でもな、体力の回復をされるとな。おお、ナイス。交代しようとしたから。ナイスだよ。いけるよ。
いい経験値ですね。うん、上、三つ葉にくれよ。三つ葉にはガチで欲しい。まあ、三つ葉にどこにいんの、ちょっとそれ。え、木かな、やっぱ甘い木ですか。木か。オスじゃん。オスはちょっといらないよね。よし。え、三つ葉に全然ありだな。うん、甘い木はね、そこら中にあるんだ。だけど、はい、戦闘のポケモン変えたかったな。元踏み、うわ、マネネだ。マネネは無理。ポニータお願い。エスパータイプだもんな。いや、大丈夫大丈夫。火炎車、オッケー。待って、ウソハチでしょ。ウソハチは水か、なんだ、水か。Sボムいけないかな。岩でしょ、いけるでしょ。見て、ちっちゃい植物対決。うん、うちが勝ちます。よし、ナイス、いいダメージ。うん、そんな元踏みはほっといて。ここは何が、あなたトレーナーだよね、どう見ても。違いますって出てきたら面白いけどね。うん、違うんかい。あ、金メイシじゃん。金メイシって結構重要なアイテムだよね。ちょっと塗っとくね。うん、寄ってくるといいよね。え、何？あー、ポケモンコンテストね。ちょっと、いいですね。この DS とかの頃のさ、ポケモンコンテストってなんか一番楽しかった記憶が。あれ？いけないのかと思ってびっくりした、今。あ、またなんか独特な、ん？よかった。あなたは偶然そこにいて、そうでなかった。ミミロルちゃん、どこまで逃げてたか。懐いてないんじゃないの？大丈夫？コンテスト会場ね。まあ、今度行くね。うん。コンテストやりだすとね、長いからね。とりあえず、え、何あなた？はあ。あ、間違えた。いいです。あ、結構です。ポケセン行きたいです。てか、釣り竿くれるのかなって今一瞬期待したもん。全然違った。何だったの？あ、そう、そうですか。間に合っております。こんにちは。あ、ポケモンブック使ってるんや。嬉しいな。この人は作った人か。はい。水木。君が使ってるパソコンのポケモンボックスを管理してるうちやね。でさ、唐突やけど、あんた EV ってポケモンし、いいえ。やべ、もらっとけばよかった。まあいいや、EV ズ私あんま好きじゃないし。好きじゃないんだっていうね。あ、やだやだ、何？
ルイーズはね、なんだろう、敵が使ってくるのをなぎ倒すぐらいでいいんですよ。うん、いいですいいです。でこの人何なの、何すごいことしちゃおうかなって、大爆発とかピエロのチャックな、マネネかいただのマネネかい、マネネはまたパチリスに経験値あげたいな、はい、そう学習装置外したんですよね。なんか学習装置つけちゃうと入ってくる権限が少なすぎてさ、厳しいなと思って、だったらバランスよくみんなを使っていった方がまだ上がりやすいかなって、まあ気持ちの問題ですよね結局ね。お疲れ、一生しびれてんじゃん、ごめんね、余裕でした。ピエロのメイクは泣きながら笑っている顔、それが全てだよ。てか待って、何戦ったのここで、そのポケセーナー戦うってほんと非常識よあなたね、だいぶ非常識だと思う、最悪。よいしょ、あれメリッソ、え、メリッソってエスパータイプの人、あれ3個目だったっけ、あの人ってなんかもっと後のイメージだった。またここに戻ってきてる、怖ー。大好きグラブここか、こんにちは、はーい、コインを食べさせております。出た、可愛さとかね、美しさとかね、大事だよね。ありがとうございます。とりあえずいただけるものは覚えてるうちにもいただかないとね、忘れちゃいますからね、はいということでですね、まあなんとかほぼ全員なぎ倒しましたよね。ほぼ全員なぎ倒してこの町まで来れたので、一旦今回これで終わろうかなと。で次回多分コンテストに参加する流れになるよね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。